水瀬いおりくんか。彼女はお嬢様育ちで、まあ、ちょっと高飛車なところもあるが、根は実にいい子だよ。水瀬くんはそのあたりにいるはずだから、挨拶に行ってくるといい。担当アイドルへの挨拶は済んだようだね。では本格的にプロデュース開始といこうか。まず1週間のスケジュールについてだが、おとなしくんお願いできるかな。はい、では今からスケジュールについて説明しますから、よく聞いてくださいね。プロデューサーさんにはこれから毎週担当アイドルのスケジュールを決めていただきます。今週は初めてなので、初めてのお仕事を選んでください。これはプロモーションですね。はい、プロモーションではアイドルごとにいろいろなお仕事にトライしてもらいます。ラジオ収録やグラビア撮影、イベントなどアイドルによっていろいろなお仕事を行うんですよ。プロモーションにはマニーが必要なものと必要でないものの2種類があります。もちろんマニーをかけた方がたくさん報酬をもらえるんですけど、マニーをかけなくてもそれなりの報酬はもらえますから、状況に合わせて選んでくださいね。お仕事に成功するとマニーが手に入ります。マニーはお仕事をするために必要ですからね。マニー以外にお仕事をしたアイドルのファン人数も増えます。これすごく大事なことなんです。たくさんのファン人数が集まったアイドルはランクアップフェスに挑戦できるようになります。ランクアップフェスで勝利したアイドルは実力が認められてアイドルランクが上がるんですよ。ランクが上がれば上がるほどより大きなお仕事をこなせるようになります。大きなお仕事ほど報酬も効果も大きいんです。ファンもたくさん集まりますからね。その通りです。ランクアップを繰り返していって、いつかはランク A、 トップクラスのアイドルに。そしてそんなトップクラスのアイドルだけが出場できる最高クラスのフェス、アイドルエクストリームでの優勝を目指して頑張ってくださいね。もちろん簡単にはいきませんけど、でも
プロデューサーさんとうちの子たちならいつかきっと。あ、最後にもう一つだけ。アイドルとお仕事をするとアイドルとの思い出が増えていきます。思い出がたくさんあるアイドルはステージで大活躍できるはずです。覚えておいてくださいね。はい、頑張ってくださいね。
張り切ってますね。こちらこそよろしくお願いします。それで早速お仕事の話ですけど、今週はオーディションを受けるようにと社長から指示が来てますよ。はい、オーディションに合格するとテレビ番組に出演することができます。テレビに出演すればアイドルの歌と踊り、つまりステージを放送してもらえますからね。それにマギーもたくさんもらえるんですよ。オーディションには審査員がいます。審査員の方たちの目に留まるようなステージにしてくださいね。おっと、待ちたまえ。いや、これからオーディションに挑戦する君たちにプレゼントを贈ろうと思ってね。君たちにアイドルが歌う楽曲を提供しよう。遠慮なく受け取ってくれたまえ。もちろん楽曲あってのアイドルだからね。これなくしてステージは成り立たない。ただし今後については君の活躍に応じて提供していくつもりだ。日々の精進を怠らないように。